そうだな。ちょっと噂に出る前に、なんか今日雨だから人も少ないらしいよって聞いて、ちょっとどうしようと思ったんですけど、出てみたらあったかい歓声が聞こえて、ちょっとほっとしました。直前舞台袖ではもうやっぱり幕張メッセだし、大きいのでちょっと足がすくんでしまいそうになったんですけれども、出てみたら本当に皆さん温かかったし、で弾き語りってこともあって、ちょっとこの大きなホールで大きな大人数の中で弾き語りってちょっと大丈夫かなって心配だったんですけど、盛り上がってくれてよかったです。私はディアプリンセスというブランドのなんですけど、割と、なんていうんですかね、普段着というよりは結婚式とか華やかなパーティーとかに着ていくようなものなんですけど、なんか足元とかもシンプルで可愛い、大人っぽいんですけど可愛らしさもあって、これはアンナンっていうところのドレスなんですけれども、最近すごくここのアンナンっていうところ の体にフィットするし、広がりもあってこう舞台映えがするので、すごくいろんな種類を愛用させていただいてるんですけれども、やっぱりね、幕張メッセということでこの大きいホールに負けないような衣装で歌おうと思って、いつも基本的に白いワンピースが大好きで、こうワンピースにギターにヒールっていうのを自分でモットーにしてるので、今日もそんな感じで真っ白でしてみました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。